交流戦ヤクルト5、サン・オリックス、2024年6月14日京セラ D、ヤクルト、奥川康信投手、23、が980日ぶり勝利。ヒーローインタビューでは声が詰まるほど号泣した。復帰当番を5回7安打1失点で乗り切り、期待してもらっている中、すごい長い時間待たせてしまった。勝つことができて嬉しい。ファンへの思いを聞かれて、 らえていた感情が咳を切って流れ出した。涙が溢れ、言葉が出てこない。ようやく、ファンの皆さんの温かい声援をいただいて、本当に嬉しかったです。ユニフォームで涙を拭いながら声を絞り出した。右肘痛、足首痛、腰痛など度重なる怪我を乗り越えてマウンドに戻ってきた2019年のドラフト1位右腕。で。 奥川の勝利は2021年10月8日の阪神戦以来。これがプロ10勝目だった。